行政書士の魅力にクローズアップ、今回担当させていただきます行政書士の山口拓郎です。どうぞよろしくお願いいたします。今回私がご紹介するのは国際業務についてです。この国際業務のお話を通じてですね、ぜひ、行政書士というお仕事がですね、人と人とのつながりを感じることのできる魅力的なお仕事なんだ、そんなことをお伝えできたらいいなというふうに考えております。それでは今日はよろしくお願いいたします。早速ですが少し自己紹介をさせてください。私はですね、2015年1月に行政書士の登録をしました。最初のうちはですね、行政書士法人に勤務して、いわゆる使用人行政書士として、仕事をしていた時期もあります。独立したのは2018年の10月1日、平成最後の富の日になります。事務所の場所は私の、地元東京都江戸川区の小岩というところにあります。千葉県との本当に江戸川を挟んで県境の部分にありまして、ちょっと距離はあるんですけれども、夜になるとですね、ディズニーランドの花火の音が聞こえてくるような、そんな場所です。外国人の方が非常に多く住んでらして、連日ですね、多くの外国人のお客さんに、事務所の方にお越しいただいております。私はですね、高校生の頃にオーストラリアに留学した経験がありました。1年間の留学だったんですけれども、その1年間本当に現地の方にいっぱいお世話になって、もうとても忘れることのできない素敵な1年になりました。ぜひですね、今度は日本に来る外国人の方に、私の方がこうサポートをして、そして、素敵な思い出を日本でいっぱい作ってほしい、そういうふうに思って、そんな外国人の方をサポートする仕事をいつかしたいなというふうに考えるようになったんですね。その中で出会ったのがこの行政書士の国際業務になります。それでは国際業務についてご紹介いたします。一言で説明すると、ビザと在留資格の手続きをお手伝いをするお仕事ですね。それでですね、出入国在留管理局、いわゆる入管でのお仕事がメインになる方が多いと思います。行政書士を登録するとですね、私たちこの行政書士商標というのをもらうことができます。で、この登録した後にさらに取り次ぎ研修という研修を受けて、こちらの研修をの最後にある試験を合格するとですね、こちらの今度、取り次ぎ証というふうに呼ばれるピンク色のカード、通称ピンクカードなんていうふうに呼ばれる、このカードをもらうことができるんですね。で、これがあれば、本当は入国管理局に、外国人の方ご自身が行って手続きしなければいけないものを本人の代わりに出頭して、そこでの手続きを取り継ぐことができるようになる、そんな、仕組みがあります。それでは在留資格について簡単にご説明します。日本で生活をする中長期滞在者の外国人の方は、在留資格を保有している必要があります。例えばお仕事を目的に来る方であれば就労資格、そして日本人の方と国際結婚などをして日本で滞在する場合には日本人の配偶者等といったように、その滞在目的とその目的に沿った在留資格が必要になります。外国人の方はこの在留資格を新しく取ったり、また、その更新をしたりしなければいけないため、このお手続きを手伝っているのが私たち行政書士になります。在留資格はですね、外国人の方が命の次に大切にしなければいけない、そう言っても過言ではないぐらい本当に大事なものです。オーバーステイ直前の方や、ご自分でですね、更新の手続きをしてみたら不許可になってしまった、そんな方が今にも泣きそうな様子でですね、事務所にお越しになること時々あります。私たちはですね、その価値をきちんと理解しながら、そして親身になって、対応する必要があります。で、そうすることでお客さんがですね、次のお客さんを紹介してくれるようなこともありました。例えば外国人のオーナーが経営されているご自身のレストランで私の名刺をですね、何百枚単位で置いてくれたこともありました。そこからのお問い合わせがあって本当に嬉しかったです。その他にもですね、私のお客さんにならなかった方がお客さんを連れてきてくれた、そんなこともありました。その方はですね、永住の相談にいらしたんですね。そして私の方で、ちょっといろいろお話を伺った結果、残念ながらちょっと最近厳しくなっているこの永住の、要件をですね、満たしていなかったんですね。それで私の中でこう、数年かけてでも、この方が永住を取るにはどういうことを気をつけた方がいいだろうか、そういうことをですね、ちょっとまとめてアドバイスしてあげたんですね。そのことを非常に喜んでいただけて、私がその場で持っていた名刺、これ全部ちょうだいって言って持って行ってくださって、その名刺をお友達に配ってくれました。しかもそれだけではなくてですね、その方その名刺をコピーして、お友達にさらに配ってくれたんですね。その名刺のコピーを配った場所が、実はその方イスラム教圏の出身の方で、金曜日に集会のあるモスクで、お友達みんなに配ってくれたみたいです。その結果ですね、そのコピーが巡り巡って、東北地方にあるですね、また別の国なんですけれどもイスラム教圏の方のお手元に届いて、
そこから問い合わせが来たなんてこともありました。本当にあの外国人の方の人と人とのつながり、ものすごい勢いがあります。それだけ喜んでもらえたっていう事実が私にはとても嬉しかったですね。最後にまとめをさせてください。冒頭でですね、事務所の近くにディズニーランドがあるよなんてお話ししましたよね。私はですね、この国際業務に対する姿勢としてですね、日本という国のキャストとして、そして、外国から来たゲストの方にですね、少しでも日本での生活に不安がないように、ビザと在留資格の面からサポートしたい、そんな気持ちでこの仕事に向き合っています。皆さん、こちら今見えますかね？ちょっとここら辺に画像が出てると思うんですけれども、事務所にですね、私この世界地図を置いているんですね。で、こちらの世界地図に、お越しいただいたお客さんからですね、ご自身の出身地の近くにサインをいただいて、日付も入れていただいて、そして、ツーショットの写真なんかも飾らせてもらってます。小岩の、It's a small world とでも言いましょうか。ですね、まあ、一件一件の出会いを大切にするとですね、いつの間にか自然と次の一件に出会っている。そんな国際業務の人と人とのつながりを感じられる、そんなオブジェクトを、事務所に飾らせていただきました。今回はですね、国際業務を通じて人と人とのつながりを感じられる、そんな魅力的なお仕事なんだということを、お伝えさせていただきましたが、いかがでしたでしょうか。今回ですね、もう私の方では国際業務を中心にお伝えさせていただきましたが、人と人とのつながりを感じるというお仕事はもう行政書士業務の中にいっぱいあります。いろいろシリーズ化されていますので、こちら他の動画の方もぜひ、視聴していただければと思います。合格前の方、そして合格後の方もですね、こういった自分がこうやりたいな、やっててよかったなって思えるような業務に出会える日が一日でも早く来るように、応援させていただきます。この度は最後までご視聴いただきありがとうございました。